はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回はハーツオブアイアン4中国プレイ続きをプレイしていきたいと思います。もうここまでね、日本軍を一時的に押し込んでいたんですが、逆に押し込まれていて南京が危ないというかなり厳しい状況に追い込まれています。今回はね、その続きになるんですが、南京をなんとか守りきれるように頑張っていきましょう。で、今鉄がねもう不足しちゃっているので、鉄を輸入していかなきゃいけないんですが、イギリス領インドから鉄を輸入できないか。輸送船をねできれば使いたくないので、輸送船を使わなくてもいいところから輸入していきたいんですが、そうなるともうあまりないんですよね。しょうがない、ソ連に頼ろう。おお、ソ連もこれ以上はくれないか。かといってね、アメリカとかフランスに輸入を頼ろうとすると、日本軍の海軍戦力の前に輸送船団がことごとく脱落してしまうんで、それはちょっとできないんだよな。ただでさえ装備品が不足していて、日本軍の前に押されに押されているという状態なんですが、しょうがないですね。南京まで撤退線を引いているんですけどね。では時間を進めていきます。もうどっか一箇所突破されるともう立て直しができないというぐらいまで日本軍に押し込まれているんで、あとは強襲上陸もかけてきてるな。上陸されてるしね。かといってもうそっちに戦力回す余裕がないんで、南京を守るためには南京周りに戦力を集中するしかないのかな。ただ南京には南京の駐留隊入れてるんで、今ね特に南京には虎の子の戦車部隊も置いてるんで、これ以上南京に咲くともう前線が崩壊してしまって収集がつかなくなるので、ちょっとそれは避けたいんだよな。まあ、唯一西側では優位に戦い進めてるでいいの？これ見るとってなると、近郊一滴西側から攻略を仕掛けてみる。ただもう完全に東西分断されるな。ちょっと待ってくださいね、一旦時間止めましょう。このままだと南京が危ないんで、南京が今ここにあります。ここは絶対に防衛しなきゃいけないので、南京を防衛しなきゃいけないんですが、これは第3の師団の動きを変えます。いつもはねもうこの辺リアルタイムで進めるんですけど、ちょっと今残念ながらその余裕がないので、で、もう先鋒戦を引いてしまって一気に押し込みましょう。西から東にプレスをかける感じですね。あとは対日の第4の歩兵師団、これも同じ動きをして、とりあえずプレスをかけていかないと。日本軍のもね戦線が伸びきっている感じはあると思うんで、ここで一気にねプレスをかけて強撃できればまだまだチャンスはあると思うんですよね。いやー、ドイツ軍とかも来てるからな、そりゃ強いよな。で、研究の枠なんですが、ここは集中化工業を進めていくしか、まあ、道はないので進めていきます。
いやー、いよいよ南京が危ないな。ちょっとすいません、また時間を止めさせてください。南京を守る部隊を増強しないと少し危ないですね。とはいえ、部隊は避けないので、どうするかな。本土防衛軍の方をちょっと見ておくと、本土防衛軍の方の、守備位置を少し変えていきましょう。いや、でも本土防衛軍はな、もうちょっと海岸の一部は捨てて、南京と南京周辺の海岸だけに、防御を集中しましょう。いや、こんだけの師団数用意してもやっぱり勝てないんだよな、日本軍。本当に強力ですよね。今、対日作戦域で、展開中の177師団に、本土防衛作戦域で戦闘中の36師団、合わせて200師団超えてるんですけど、これでも勝てない、日本軍。まあ、味方の方のね、装備品の充足率が悪い、そもそも師団構成がしょぼい、いろいろ理由はあると思うんですけど、それにしたってこれはひどいよな。もう徹底的になんとかね、防御するための策を練っていかざるを得ないので。南京に日本軍がじわりじわりと迫ってきてるな。もう対岸まで来てるで、南京をなんとか守りきらなきゃいけないので、どうしようかな。部隊も配備不能な状態になってるからな。どうする？南京にしょうがない。一部の部隊を戻しましょう。対日作戦 ちょっと言えてないですね。対日作戦域から、騎兵遊撃隊。騎兵遊撃隊を、騎兵遊撃隊戻すと、でもなー、もう戦線を維持できなくなっちゃいますね。騎兵遊撃隊1、2とも動かせないな。中華統一戦線軍、ちょっとここの軍勢を一旦、いやー、でも撤退線引いてるからなー。しょうがない。彼らを南京に向けて移動させましょう。間に合うかどうか、ちょっと判断が遅かったかもしれないけど、おお、ここに来て中国軍ですら人的資源が不足してきたか。そうか、まあ志願兵のみでは話にならないな。限定的徴兵に変えましょう。いや違うね、限定的徴兵じゃない、大規模徴兵だ。まあちょっと、まあ、まずは限定的徴兵ともアップするので、これで当座をしのごう。南京が危ないぞ、本当に。
いや、日本軍の恐ろしさばかりが目につくプレーになっちゃいましたね。中盤ね、日本軍をなんとか追い返す、そういうシーンもあったんですけど、最終的に日本軍が本格的に攻撃を仕掛けてくるとなると、ちょっとどうにもならなくなっちゃいましたかね。日本軍の方も戦線は伸びきってるので、まだまだチャンスはあると思うんですよ。ここのピンチをしのげば、とりあえず南京を守るために中華統一戦線の1軍2軍を動かしているのが間に合うかどうかだな。今のこの防衛ライン、前線が突破されるといよいよ南京が危ないって感じだな。いや、包囲されてきたね。南からも日本軍が迫ってきてますね。もう動かせる軍がないからな。どうする？第3第4の歩兵、これは間に合いそうにないですね。西から東にプレスをかけるという作戦だったんですが、間に合いそうにないで、第1第2の遊撃騎兵隊、これ頑張ってもらってるんで、これも動かせないんですよ。そうなるとやっぱり中華統一戦線軍、これを投入するしかなくて、これを今戻してるんですけど、間に合うかどうかがちょっと微妙です。彼らを一旦南京に移動させ、いやー、南京で迎え撃つしかないね。南京で迎え撃ちましょう。本土防衛軍がなんとかこらえてくれればね、いいんですけどね。工場の数もだいぶ減っちゃったからな、これ生産が追いつかないよね。強襲上陸を受けてるぞ。この音はどっかからか。再び、そしたらちょっと一旦時間を止めて、もう第3第4の歩兵部隊は前線を敷き直そう。とにかく南京を守ってこらえ抜くしかないんで、道はもう。ちょっと間に合うとも思えないけどな。もうね、完全に南京の防衛線に変わりましたね、様相が。幸いなことに師団数はそれなりにあるので、まあ、これからは消耗していくだけですけど、その師団数でなんとかこらえ抜くしかない。
まあ、遊撃騎兵隊ももうね、遊撃なんて言ってられる状態ではなくなってるので、二重三重の防御網の一角に加わってもらうしかないですからね。とりあえず遊撃兵隊は南京に移動してもらって、南京の防御に当たってもらいましょう。特に北から来ている、あるいは西から来ている日本軍に南京が脅かされているっていうこの状態、心臓に良くないですね。さらに強襲上陸をしてきている部隊もいるからな。いや本当に装備品とかがね充実しない中、よくここまでこらえてくれてるなって感じはしますけど。さあここまでね、だいぶ戦線を縮小してきたというか、させられてきたというか、そういう状態なんで、ここからはこらえていかないと本当にプレーが終わってしまうので、頑張りましょう。まだね反転攻勢するタイミングではないんで、こらえ抜くしかないんですが、フランスとイギリスの同盟ですね。まあ連合軍が助けに来てくれるのはだいぶ先になると思うので、当面の間はイギリスだけで、中国だけでなんとか日本軍から南京を防衛しなきゃいけないんですけどね。ただ各方面から部隊を引き上げさせている最中というのと、あとはね当然戦域が狭くなってきているので、そこに展開できる師団の密集度が上がっている分、日本軍の進行速度はやや落ちてきているかなっていう感じはしますが、一段と狭くなってきたな。まあ、ただ今回強襲上陸にはしっかり備えていたんで、強襲上陸で一気に侵食されるっていうことはなかったですよね。なんかもう反省会みたいなのが始まってますけど、やっぱ中華民国だけで日本軍に対抗するっていうのは僕の腕だときつかったのかな。もう他のね軍閥とかをガンガン吸収していって、国力を高めた状態で日本に当たらないと厳しかったのかもしれないですね。中盤はねかなり日本軍相手に有利に戦いを進めていた場面もあったはずなんですが、
南側の防御かもう手薄だよな。回ってないって感じだからな。南は南で日本軍に足止めを受けてるわけだな。戻りたいけど戻れないっていう。いやもうこういう状態を想定して、うん、広大な領土の半分を捨ててでも南京を守るっていうね、そこに注力するべきだったのかもしれないですね、今となっては。ちなみに他のヨーロッパ方面とかはね、どうなってるかというと、まだね、ドイツもポーランドも、まあ、いわゆる世界大戦は始まっていない状態なので、イギリスとフランスは同盟を結んでいますが、いやーもう輸送船もボロボロですね、これ。ただ、やっぱり戦力を集中したことによって少しは日本軍の進撃速度を遅らせることには成功しているかな。ただその分工場の数が劇的に減っているんで、生産が追いついていないと思うんですよね。いやもう日本軍完全に南京狙いで来てるでしょ、これ。まあ、当然、勝利ポイント、ビクトリーポイントの高い南京、首都南京を狙ってくるのは当然だとは思うんですけど、ただ南京にはまだ元気はないものの師団は残ってますからね、南京でそう簡単にはやられないはず。特にボロボロではあるものの、戦車、師団が入ってますからね、装甲手段が。おそらくね、各方面に展開していた師団は戻ってこることはもうできない状態になってしまってると思うんですよね。各方面で日本軍との交戦で足止めを食らってるはずなので。強襲上陸どっかで受けてるな。まあ、ただもう今となっては強襲上陸を受けようが何しようが、南京だけを守るしか道はないので、気にせず放置しましょう。南京にはご覧の通りね、それなりの部隊が残ってるので、南京にいきなり敵が到達したからといっていきなり南京が陥落するというわけではないはず。でちなみに生産数、ちょっと見ておくとですね、鉄がマイナス8か。まあ、逆に言うとね、生産しているものっていうのがもう多分ないんじゃないかな。生産なしになってるもんね。歩兵装備しかむしろ生産がもうできてない状態だと思うので。
いやー、日本軍の完全なる増強のために食われるだけ食われてしまったって感じだな。ドクトリンの研究が進みましたけども、っていう感じだよな。徴兵に関してですね、陸軍省による新たな報告書において動員可能な人的資金の著しい減少が示されたと。どうしようもないからな。もう何もできないとしか言いようがない。もうだって、領土自体がね、10分の1ぐらいになってますからね。正直言ってもどうしようもない。目と鼻の先まで日本軍が迫ってきました。いやー、このまま南京が陥落するのかー。いやー、結構ねー、やり直ししたり露見したり力を入れてプレーを進めてきたんですけど、なんかもうこのまま終わっちゃう雰囲気になってますけど。ついに日本軍が南京までやってきましたね。ただ、さっきから繰り返しお話しているように南京にはそれなりの手段数配備してるんでね、南京に敵が来たからといってすぐに陥落というふうにはいかないです。南京で嫌がらせするだけしましょう。まあ、日本軍もね、相当に消耗はしてるはずなんですよね。まあ、それでもやっぱり南京周辺だけの防衛軍だけでも100師団ぐらいはいるはずなんで、この100師団がね、本当に日本軍の前で無力だっていうのがすごいよな。日本軍の師団構成、強力ですよね、本当に。まあ、反省点といえば、その強襲上陸に備えるための海岸防衛隊に師団数を割きすぎたんじゃないかっていう気もするんですけど、それにしてもね、じゃあそれを3分の2にしてて、この状態を免れられたかというと、そんな気もちょっとしないんですよね。中華統一戦線の一角が降伏しましたね。
ついに日本軍が南京に到達しちゃいましたか。まあ、ただ南京にはまだまだ師団数いますからね。南京で迎撃戦を展開していきましょう。というわけで、時間がねいい時間になりましたので、今回は一旦ここで終わりにさせていただいて、次回南京の攻防戦をお届けしていきたいというふうに思いますので、ぜひぜひ最後まで皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。